シャフレコルドはイラン西部、チャハールイコールマハール・バフティアーリー州の州都、エスファハーンの西南 107km、テヘランからは同じく西南 521km に位置する。もともとは、デフコルドすなわち、クルドの村の名であった。都市化と人口の増加に伴い1935年、シャフレコルドすなわち、クルドの町へと名称が変更された。 人口は2008年の概算で139,730万人。シャフレコルドでは伝統的にレンガ、モザイク、米粉、食譜の生産地である。また熱気発電所とマイクロ波中継局、電信局が置かれており、複数の大学が所在する。シャフレコルドの海抜2061メートルはイランの初年でも最も高い部類に入る。気候は冬は乾燥して冷凌。 夏は穏やかである。約 35km の地点にはリフトを備えたスキーリゾートがある。また湿原や故障もあって自然観光資源となっている。デフコルドの語源はデジゴルドで、デジは鳥で、ゴルドはアスリートを意味する。イスラーム期に入ってアラブ人がジュトグの音が発音できないためデフコルドに変化した。ザワールドギャザティア。 2013年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年4月28日閲覧ありがとうございます。